さあ、来たれイケメン。こんにちは、ペグちゃんです。稲妻イレブン5クロノストーンやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回なんですけども、またまた、面白いミキシマックスがあるということで、ちょっとね、やっていきたいと思います。今回やっていくミキシマックスなんですけども、片方がですね、緑川。はい、この元エイリア学園のレーズと呼ばれているこの緑川でございます。で、もう一人がヒロト。この緑川とヒロトをミキシマックスすると、すごく面白いことが起きるということをね、なんか聞きましたので、今回はやっていきたいと思います。なんかミキシマックス系結構好評なんでね、今回も、数字が伸びてほしいです。切実な思いです、今の。ということでね、早速やっていければなと思います。まあ、稲妻ジャパンではこの緑川とヒロトは、まあ、仲は良かったからね。この二人が、まあ、ベストマッチっていうのはすごいね、まあ、納得するところはあるんですけども、早速これ TM キャラバン行きましょう。どうなるの一体これ。ね。まずは、緑川ベースでやっていこうかな、まずは。ベストマッチにはなるのかな？あ、なるね、ベストマッチ。なんでカリアとベストマッチなんだろう。この二人に共通点は俺の中であんま感じないんだけど、まあ、ヒロトでいっか。じゃあ、これでやっていきたいと思います。はい。まあ、せっかくなんで流星ブレードもらおうかな。流星ブレードと、なんかイケメンアップ。え？これミキシマックスしたらさ、めちゃめちゃイケメンな選手が生まれるってことじゃない？え、でもイケメンなの面白くねえよ。まあ、でも絶対イケメンな選手が生まれるんだよ、これ。うん。早速やっていきます。では、ミキシマックスする。行きましょう。さあ、どんなイケメンが来るのか。まあ、この二人はね、どっちとも女性人気が高いから、すごいイケメンが来るんだろうな。いきます。さあ、来たれイケメン。え、何これ？何これ？え？わからん。わからん。いや、また確かに顔のパーツはいけてるかもしんないけど、この髪型はわからん。え、何これ？え、待って。ちょっとさ、逆でやってみていい？逆でやってみるわ。さあ、緑川ベースで。なんだこれ？なんか見覚えのある形はしてるんだよね。なんか見たことがあるような形はしてるんだけど、Google。Google。こういう時は Google 先生に頼るんだよ、こういうのはな。うん。一体これは一体なんなんだこれは。イカの外見。え、これイカなの？え、これイカなの？え、イカなのこれ。いかんでしょ。いや、やばい、なんか、なんか微妙な反応になっちゃった。イカとかタコは宇宙から来たみたいな説もあったから、だから、ほら、まあ、宇宙人にはないしろ、まあ、エイリアン学園宇宙ってことで、イカっていう外見になったんだろうな。これ単純に俺の考察だけど。うん。さっきの赤はね、ちょっとわかんなかったんだけど、この緑のこれはね、なんか若干スプラトゥーン感も感じるよね。スプラトゥーン感もね、感じます、僕の中では。はい。ということでね、俺、河川敷何回も出る気がするけど、まあ、この判断の対戦ルートでやっていきたいと思います。対戦相手ね、今回はまあ、じゃあ、この終わりブレイブス、うん、この謎のチームとやっていきたいと思います。てるってぅ、てるってぅ、てるるるるー。さあ、緑川なんだけども、そうだね、緑川だったっけ？ヒロトか。ヒロトなんだけども、とりあえずじゃあもうフォワードに置いておきたいと思います。とりあえずね。対戦相手こんな感じ。ま、タスクぐらいしか知らねえな。はい。ということで、まあ、これ、せっかくならこれフォワードに置いておきましょう。フォワードにね。はい。ちなみに、これヒロトね、育てきれてなくて、最後の技、菊一文字らしいんですけども、それが解放できてません。はい。まあ、やっていきましょう。うん。さ、じゃあ、とりあえずは、じゃあ、まあ、かっこいい。ヒロトってめちゃめちゃかっこいいじゃん。じゃあ、まずは、かっこいいヒロトを見ようぜ。まずはな。まずは、かっこいいヒロト。これ、ヒロト上げ、お、閉まるな、剣。これね、いきますよ。じゃあ、まず、かっこいいヒロト。
まあ、この流星ブレーズですよ。見ていきましょう。うん。まあ、かっこいいね。かっこいい。かっこいい。かっこいい。バットアタック。まあ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 、素人ですからね。ちゃんとそこら辺決めていきます。やっぱかっこいいね。うん。ちょっと、顔が白くて、若干不健康そうなところはあるけども、ちょっと今の悪口だな。でも、まあ、ちゃんと決めていくという感じでございます。さあ、てか、敵のフォーメーションこれ。やばないこれ。ちょ、今気づいたけど。さあ、ミキシマックスいきます。ミキシトランスで。これね、怒りになります、今から。はい。ああ、なんか、想像、なんか今の下からのアングルを見ると想像以上にスプラトゥーンだった。結構スプラトゥーンだったな、あれ。これ、上げてよ。上げて、おい。これ、これ、いけ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 。よし。さあ、まずは、先ほどの流星ブレード、見ていきましょう。はい、まあ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 、さっきよりは、うん、クールさはないかな。なんか、でもむしろこっちの方が可愛い感はあるよな。結構可愛い感はある。そうだね、結構可愛い感はあるな、これ。ね。よし、決まったね。あ、でもなんか、見た目とセリフは結構合ってるよな、こう見ると。あとは、なんかドリブル技ってあったっけ？あったっけ？あ、あるね。アグレッシブビート。アグレッシブビート。これまたあんま似合わない感じになっちゃうかもね。いきます。うん、どうだ？まあ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 悪くない悪くない悪くない。さあこのままじゃあ行きましょうか。はい、アストロブレイク。アストロブレイク。あ、まあもう遠目で見たらレーゼだわ。うん、確かにこのイカもね、なかなかまあ、うん、なかなかな髪型してるけど、もうレーゼも大概だったからね。だからなんか、レーゼって見たら、うん、まあ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 って感じですね。今度はね、逆も、せっかくなんでやってみようかなと思います。打てなかった技も結構多かったんでね。じゃあ、これ緑川に、はい、ヒロト行きましょう。さあ、どうなる？あ、なんかこっちの方がさ、勢いはありそうな見た目だよな。こっちの方が。さあ、では、多分ね、これね、これで流星ブレードしたら結構似合う気がするな、俺は。ちょっと流星ブレードやってみるか、これで。この流星ブレードって、なんか、あんまり顔をでっかく表示されないからさ、遠目で見たら拾ったね、あれ。うん。いいね。そしてドリブルとかは？ドリブルとかは？お、スピニングアッパーもあるね。これアグレッシブビートやってみるか。まずはさっきの、うん、まあさっきより俺いい気がする。でこっちはスピニングアッパー。まあ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 、かっこいいかっこいい。そしてよ、アイテムを一応一回使って、こっちからの、次はあれ行きましょう。次はあれ行きましょう。ね、じゃあ、菊一文字。これね、あの、緑川の方に覚えさせました。いきます。菊一文字。あ、かっけえな。あ、菊一文字っていう技がそもそもかっこいいかもしんないけど、うん、結構見た目と合ってたね、今の。うん、強い、しかも。さあ、じゃあ次行きましょう。次はね、これガンマストライクもなんか持ってるんですよね。これガンマストライク行きましょう。これはなんかあんま合ってないな。これはあんま合ってないな。うん。
これはなんかもうちょっと髪色が落ち着いてた方が似合ってるかもしれない。ガンマストライカーね。うん。そして、最後に、これ緑か。じゃあ、自らの持ち技、アストロブレイキ行きましょう。さあ、アストロブレイク。あ、これなんか意外と似合うかもしれんな。うん。どうだこれ。よーし。一人でしっかりと4点取っていくと。まあ、強さはもう、うん、かっこいいよね。強さかっこいいってなんだ。